はい、皆さんこんにちは。京都のマサです。もういよいよねゴールデンウィークも終わりますけどね、関西ね2府3県緊急事態ね、緊急事態宣言延長が決まりましたね。で今度はね緊急事態宣言愛知と福岡ですかね、追加されるようで、まあね致し方ないところではありますが、実際ねもう2回目の緊急事態宣言がね今年に入ってからね1月以降発令されて、でまた春からねこの春から3回目の緊急事態宣言、実際ねもう仕事の方がねこんな状況じゃね厳しいんですよね、はっきり言って。もう政府には早いことねなんとか抑え込んでもらいたいんだけど、まあもちろんね皆さん緊急事態宣言発令されてない地域でもねそういう状況にあるのかなとは思うんですけど、ただでもねこんな中でもまだねオリンピックやるつもりでいるのか、その辺がねちょっとね政府の認識の甘さというかね、もう無理なんじゃないですか、はっきり言って現実問題ね。国民の人たちもねみんなもう今の状況でやってね果たして喜ぶんですかね日本国民は。それから今ね緊急事態宣言が発令されてるこういうゴールデンウィーク期間中でもね、まあ、特にその繁華街への人出っていうのね、そういうのも減ってないですよね報道等で見る限り。まあ都市部のそういう主要なね大都市の駅前のモニタリング結果が出てますけど、全然だって減ってないじゃないですか。特に関東ね、東京なんか昨年の2倍ぐらいになってますよね。夜間なんかは4倍かな。結局ね、僕思うんですけど、東京の人ね、そもそも東京の人がやるつもりがないんじゃないかなって。ああ、富士が綺麗。ここね、富士綺麗なんですよ。桂坂のね上なんですけどね、野鳥園がね近くにありますね。その方そちらの方なんですけど、あ、匂いがすごいね、いい匂いします、富士のね。
どうですかこれ。結局そう、東京の人たちはねやるつもりがないんじゃないかなってね思っちゃうんですよね。そんなテレビのニュースとかで見てるとね、渋谷とか新宿とか全然人通り減ってないし、出歩いてますよね皆さん。むしろね大阪とかね京都は減ってるのは減ってますよ。まあ去年よりは多いんですけどね。一番人口を持ってる東京、まあこれ今ね関西の方がなんか感染者が増えちゃって東京減ってるように見えますけど、多分これね検査数の分母の問題なんじゃないですかね。意図的になんか検査数減らしてませんかね、関東の方、特に東京。動きっていうものをもっと抑制しないと、到底収束なんかね無理ですよね。だから緊急事態宣言でもね、短期間にビシッとやるんならやるぜ、もうロックダウン、特にその主要繁華街ね、ここのこの地域も地図でね示して、この地域は一切立ち入り禁止みたいなね、それぐらいの措置を講じないと、まあ、その中にいてね、どうしても家がその中にあって生活しなきゃいけないとか、そういう人は出入りね、買い物に出なきゃいけないとかあるでしょうけど、それ以外の部外者がねそこへやってくるとか、そういう動きを抑制しないとね絶対こんなの無理ですよ。それからあとワクチンね、ワクチンの接種状況は先進国の中で一番遅れてますよね。世界でもねだいぶ遅れてるんじゃないですか、日本の接種状況なんて。人口に比例して何パーセントいってるんですかねこれ。 1%？ もうアメリカなんかね 50% ぐらい接種進んできてますし、イギリスなんかも早いですよね。まあ最もお金を持ってるねアラブの方の国とか、イスラエルとかね、 UAE とか、そういう国はずば抜けて早いけど、日本はなんでこんな遅いんですかね。そんな国民が誰も接種してないような状況でね外国の人を迎え入れるなんてことができるんですかね。それに外国から来る人たちだってね、国民が全然誰もワクチン接種してない国なんか行きたくないですよね、選手も選手団も。だったらそういう人たちを迎え入れるなら逆に無観客でやるしかないですよね。果たして無観客でね、まあまあ採算ベースじゃないけど、日本人も入れない、外国人も呼ばない、外国人観光客のそういう聴衆ね、それで
いいのかどうか、いいのかというかね、成り立つのか成り立たないのか、まあそんなことは僕は知らないですけど、そういうことをねきちっとね公にして論議をしたらいいんですよ、国会で。ちゃんともっと分かりやすく国民にね、ある時点で判断しますとか、ね、もうまどろっこしいことを言われてもね、誰もそんなね納得しないですよ。密室で多分こと決めるんでしょうけど、 IOC に対してね、違約金が発生する、もし中止した場合ね、違約金が発生して何千億円とか払わないといけなくなる、日本がね。だから中止にできない、いやそれともそれを払ってでも中止にすべきなのか、いやそんなのはコロナだからね、意図的に中止にするわけじゃないからね、払う必要がないんじゃないかなとかね、そういう議論をねしっかりしてね、国民の前で、で国民が納得いくようなね決断、英断をねしてほしいですよね。最後はちゃんと首相の口から。そして今回ねこういう事態になってる背景っていうのは、僕はやっぱりねその今の政府なり、そういうことをねやろうとして進めてきた政府なり官僚なり、そういう人たちの責任っていうのは大きいと思いますよ。特にその GoTo トラベル、 GoTo イートみたいな GoTo キャンペーンね、ああいうことを去年打ち出したわけですよね。去年やろうとして、1回目のコロナが収束、1回目のねその緊急事態宣言が収束しかけたからって言って、そういうことをねやろうとした。いや1回目の時にオリンピックの1年延期を決めたじゃないですか。じゃあねなんで1年待たなきゃいけなくなるのか、そしてその間に日本で開催できるようにきちんと準備をねするための1年なんじゃないんですかね、その1年っていうのは。それがなんかこうそんな準備ろくにせずにね、目先の利権なのかわかんないけど、そういうことを言い出す人がね、旗振りがいてこういうことになったんでしょうけど、じゃあその旗振りの人ねしっかり責任取れよって話だよね。旗振った人ちゃんとね責任取ってね、1年経ってもねもっとひどくなってるじゃないですか。果たして中国なんかどうですか。中国なんかねもう感染収束してるんですよ、完全に。中国人の人みんなね旅行行ってるんですよ、中国国内。あるいは多分ね日本と違って強力なロックダウンをして、強力にそういうことを政府がね、まあ強引な手法っていうのも一部あるのかもしれないけど、だけど結果ねそれで経済も回ってますしね、中国今ね。
対して日本なんかどうなんですかこれ。もうますますひどくなって、でおまけにお金ばらまいてワクチン買おうとしてね、多分アメリカやイギリスのそういう製薬会社とすごい多額な金額の契約を結んでるはずなんだけど、全然入ってこないよね。後回しにされてますよね。そんな金積むだけじゃねダメなんですよ。戦争と一緒でしょこれってね。そういう感覚がないのかなってね。で僕も再三ね、この時事雑談っていうのでね、なんでインドや中国がね、ロシアそういう国がねコロナのワクチン開発してね、自国で自国生産して売ってね、もう売ってるのに日本はね自国で開発できないのかね。そんな日本って後進国になったのかなってね、情けないですよね本当に。海外に買い付けに走ったお金をね全部日本の国内のね研究機関なりね、そういう製薬メーカーに落としてね、国産で開発したらね、もう今頃ね国民の半分ぐらいはね打ててるんじゃないのワクチン。それぐらいのことをやって準備ができて、でなおかつねそういう後進国に世界中の国にねワクチンを無償で配るとか、中国がやってるじゃないですかワクチン外交なんて言ってね、日本では皮肉に込めて言ってるけど、日本ができないからそんな皮肉になっちゃうんですよね。本当それぐらいのことは日本がしなきゃダメなんですよね。世界にリーダーシップを見せるそういう機会じゃないですか。もう今の状況でね、そんなワクチンの接種も進んでない、高齢者も打ってないよね日本の高齢者。うちもね実家に高齢の親がいますけど、まだねそんなワクチン接種の番も回ってきてないし、どうなってんですか。そんな状況でコロナやるんですか。せめてね日本の全高齢者にはね打ち終えてからにしてほしいよ。もう本当にね今の日本の政治家たちね、ひどいよね。なんかもう結局なんかねこういう今の状況を見てるとね、物事が失敗した時に誰も責任取らない、責任を逃れするようなね、そういう体質、あのプリウスの暴走事故じゃないけどさ、何人も殺しておいてさ、
まだ言ってるよね、自分の非を認めずにさ、車が勝手に暴走したとかさ、アクセルペダルが戻ってこなかったんだみたいな。それは操作を間違えるっていうのはね、あるよ、人間だから。僕だってね、間違えるときだってありますよ。ただそのね、間違ったことをしたときには、その後、その非を認めて、いかにね、相手に誠意を見せるのか、そこだよ、人間性っていうのは。もう殺してしまってるのは事実なんだからさ、勘違いして踏んでも、もう取り返しようがないじゃない。もう殺してしまったんだから、あなたが。認めなよ。それと一緒だよ、コロナだってさ、結局もっと前の段階で抑え込めたんじゃないの。もう今頃中国みたいにさ、収束してたんじゃないの。誰かがバカなことを言い出してさ、そういう人をね、責任ちゃんと取るよっていう話だよね。